おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日もコミュニケーションのヒントをお届けしてまいります。ボイシー、ポッドキャスト、 YouTube でどうぞ皆様最後までお付き合いください。さて、昨日の放送では黒柳徹子さんの言葉をご紹介させていただきました。発展途上国の子どもたちの力になりたい、もしそう思うのならまずはそばにいるお友達に声をかけてあげてね。みんな一緒だよ、一緒にやろうね。私知らなかったんですけれども、今ちょうど窓際のトットちゃんがアニメ化されて映画で公開されてるんですね。いや、全然知らなかったのですごいタイミングだなと思って、もう早速ね見に行きたいなと思っているところです。で、そんな昨日の放送を聞いて、ある政府関係筋の方からいただいた情報なんですけれどもね、それは非常にショッキングな情報でした。何かというと、とある私立の小中高校で、その生徒たちを対象に踏み込んだ調査が行われたそうなんですね。その結果出てきたデータというものは、とてもとても世に公表できるものではないというわけで、私からもその学校の名前っていうのはちょっとお伝えできないんですけれども、なんとですね、5人に1人がリストカットなどの自傷行為をしていたことが分かったっていうことなんです。私立の小中高校の子どもたち5人に1人です。まさかっていう感じがしますよね。ちょっとにわかには信じがたい数字だと思います。しかしなぜ子どもたちがそのような行為に至るのかと、もちろん理由を一言で言い切れるものではないと思いますし、専門家の方もね取り組んでくださっていると思うんですが、私たち大人の影響、そしてその大人の私たちが作っている今の社会の影響というものがないとは言い切れないですよね。別に誰かのせいだって言って責めようということではないんですね。しかし、そのうちの子は大丈夫だから関係ないよとか、私に子供はいないから関係ないというふうに、その自分の中でどこか私には関係ないっていう感覚が出てくるんじゃないかなと想像しています。でもその気持ちもわかるんですね。なぜかというと、問題があまりにも大きすぎますから、どうしていいのかわからないですよね。その時に私たちは無力感を感じます。自分に何もできない。で、この無力感を感じるっていうのは、嬉しいことではないですね。しんどいことですね。そうすると、無力感を感じたくない私たちはどうするかっていうと、自分から切り離すんですよ。関係ないって言って、見なかった、聞かなかった、関係ない話だ、そういうことにして、自分の無力感を感じなくていいようにして自分を守ろうとする、そういう心の働きが起こる可能性は結構高いと思ってます。でもね、子供たちがそんなに苦しんでいるのに、私だけが幸せに生きられる社会、大人だけが幸せに生きている社会なんて存在しないんですよね。それは昨日の黒柳徹子さんの言葉のように、みんな一緒だからです。今週月曜日に、愛するということというエイリヒ・フロムの本から学ぶクラスの中で、ちょうどね、人間がどのように愛するということを身につけていくのかという話が出てきました。生まれた時、まだ赤ん坊はお母さんと一体、世界と一体、自分という感覚がありません。そこから自分が生きているだけで受け入れられる、愛されるという母性愛を経験し、その後社会とどのように、折り合いをつけていくのかということを父性愛というもので学んでいく。最終的にはその両方を自分の中で統合して、自分の中に父母というものを築いていく、作っていくんだということでした。このあたり、ぜひね、愛するということを皆さん自身で読んでいただけたらと思いますが、しかしですね、このプロセスが誰にとっても順調にいくかというと、そうではないですね。むしろ
その母性愛や父性愛というものがどちらかが足りなかったり、あるいは少し歪んだ形で届けられてしまったり、ですから自分の中でそのバランスが取れなかったり、足りないまま追い求めたり、あるいは統合できなかったりする。その結果、愛するということができない。愛するというのはどういうことかというと、自分を愛し、他人を愛し、すべての人を愛する、世界を愛するということ、これは全部同じことなんだよということなんですが、それは簡単にできることではない。愛されるという経験を通じて育み、また自分自身が学び修練を積んでいくものであるというのが、エーリヒ・フロムの取っている立場です。もし私たち大人がこの愛するということができていたら、子どもたちはそんな風にならないだろうと思います。まあしかし、大人である自分自身がね、いやだってそんな風に親に愛されなかったんだって、そういう痛みをたくさん抱えていると思います、誰しもがね。でもだからって言ってその痛みをですね、子どもに受け渡していく、引き継いでいくのではなく、そこに気がついたら自分がそれを乗り越えることで、子どもたちには違った愛されるという体験を届けることもできるんですよね。自分はこうされたから、だから子どもにも周りの人にもそうする、これは無意識の場合に起こるパターンです。要するに自分で自分に何が起こったのかに気がついてないから、だからされたのと同じことをしちゃうんです、ね、でも全ての人がそうだというわけではありません。あ、自分は苦しいなと思った時に、そうか、自分はこういうことをされたから苦しかったんだなって気がついたら、じゃあ同じことはやめようって、それを乗り越えていくことができるんですね。それが自分を知るっていうことです。学ぶっていうことです。子どもたちの自殺が多い、あるいは自分を傷つけるという行為が多いという、この現代の日本社会において一人一人ができることっていうのは必ずあると思います。できることがないなんてことは絶対にない。それはもう日常接する子どもたちへの声をかける言葉かもしれない、微笑みかもしれない、あるいは関わっている仕事によっては何か世の中の仕組みというものをより良いものにしていくことかもしれない。それはそれぞれだと思います。私ができることは、今できることは、こうやってボイシーを聞いてくださっている皆さんね、その他 YouTube、ポッドキャスト、SNS で知ってくださっている皆さんにこのことを届けること、そして自分に関係ないと、切り離して無力感から自分を守ろうとすることに気づいてほしいなという、こういった話をすること、そしてぜひ今からでも遅くないので、愛するということを共に学んでいただきたいと思います。私自身今回授業をやるにあたって、何度も読み返しておりますけれども、やっぱりまたね、学ばせていただけることが本当にたくさんありますね。今回個人的なことですけれどもね、気がついたことというのは、どちらかというとうちは母親が父性的で父親の方が母性的だったなって気がついた時に、この自分の中でね、私の中の母性と父性のバランスというもの、女性性と男性性というもののバランスがちょっと混乱していた、うまく取れなくなってたんだな、そういうことが自分に起こってたんだなっていうことに改めて気がつきました。そうやって整理されたことによって、また自分の中でこう軽くなった感覚というのがありますね。学んでくださる皆さんそれぞれに、それぞれが今必要な気づきというものが訪れるだろうと思っています。愛するということ、私にできることを私は精一杯やっていきます。皆さんもね、どうぞ人ごとだというふうに切り離さず、自分ごととして、別に深刻になってくださいというんじゃないんですね、真剣になってくださいということです。深刻と真剣は違いますね。
シリアスに受け止めて重く自分を責め沈んで落ち込もう、そういうことではないんですね。もうそうである現実というものは、今そうであるということはもうどうしようもない、動かしようもないことですから、その上でじゃあ何をしようか、何ができようかということを考える、まあ、そういうとっても前向きな話だと私は捉えています。そういう仲間をね、一人でも増やしたいなと思ってこうやってお話しさせてもらっています。今日も聞いてくださってありがとうございました。